くなった、もしくはキーパーのボール持ったら、サイドバック開く、そのまま開く、広がるって言ってました。だから、ね、で、センターバックが必ずどっちかの影に行くのがいないので、ポジションを落としますよ。相手はついてくることもあるんですが、センターハーフはセンターバックに振って逆にポジションを落とします。中盤のライン、このフォワードのところ、一つのラインを、三つのラインを引き出して、パッと見せる。ここからスタート。ここでパスが来たら入る。で、アンダーテンはプレッシングやってるから、まず、サイドを持った時に、フォワードがいて、フォワードがいて、サイドに出たところを、次のハーフの選手が狙うっていう。ボールを狙うっていう。しっかりやる。もっと相手はロングボール蹴るかもしれんから、ボール取られたら、まずポジション落として、中盤が選手がセル、取られたボールに対して中盤がセル、ディフェンスは何ですか？もしヘディングといった、こうやったらいかんから、セットするために中盤セルに対して中盤セルに対して、ディフェンスがボールを落とす。これだけやるか。いいですか？